320回の公開テストの結果、いよいよデジタル版スタート。はい、結果さて始めました、おもてチャンネル。さあ今回はですね、トイック公開テストの結果、いよいよデジタル版スタートということで、はい、デジタルの方のね結果見ていきたいと思います。はい、紙の方はね、まあ11月までは来るらしいんですけど、まあみんなもうねデジタルで、しかもだってアビメもすぐ出てるっていうことなんで、もう知らなかったので、はい、もう見ちゃいます。わざわざ紙を待つ必要がなくなったということなんで、ログインしてみたいと思いますね。紙で見るじゃなくてこれで見るんだね。テスト結果かな、テスト結果で第320回か、はい、320回の公開テストの結果。うそーん、あ、これ QR とかも隠さなきゃいけないのか、どうやってやればいいんだ、あとでそうか、写真に置き換えればいいか。はい、結果こうですね。975、ちょっと初っ端から、いや間違えたとこなんかあった、マークミスしたのかな。あ、すごい、 View All っていうのを押すとアビメ出てくんだ。つかフォントが変わったよねこれね。アメリカのやつに近いっていうか、アメリカのと同じじゃない、今までの日本のやつと多分違う。はい、アビメとリスニングが194100100100、うんうんうん、リーディング84、嘘、推測がで195100100、だいぶ間違えたってこと、嘘、4問とか間違ってるってことでしょ、嘘でしょ、いやそんなこと絶対ないと思うんだけどな。多分1と3は連動してる問題だと思うから、多分4問、そんなことある、信じられん。ということで、はい、今までは紙を破ってましたから、 iPad 割るって、そんな、デジタル最初のやつがこれ、嘘でしょ、はっこれじゃ割れないか、こうしますか、いやでっかい音鳴ったな多分まあまあまあ、こっちでは音消したと思うけど、なんかこう線が入ったねうわー、しょっぱだからということで、ちょっと時間がある時にでも来週修理出してこようと思いますね。多分オフィシャルだと時間かかっちゃうんで、オフィシャルじゃないとこでパッとすぐやってくれるとこ探して、1日で直してくれるとこ探してやろうと思いますはい、ご視聴ありがとうございました。こんなでもさ、すぐに出るんだね、結果パッとやってパッと出るんだねこれだってこれをこうやって見せても反射して割れてるやつ見えないよね。どうやったらこうひび入ってるやつ見せられるかわかんないんで、ちょっと頑張って写真撮ってみます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.